こんばんは、鹿の間です。今週も1週間、せーの、お疲れ様でした。皆さん、今の脱毛に満足してますか？私は高校生の時ぐらいから美容光、家庭用脱毛器をしてきまして、最近医療脱毛に切り替えました。でもよくよく考えると、今まで脱毛に10万と支払ってきて、あの時間お金無駄だったんじゃないかって思い返してみたんですけど、やっぱそれぞれね、あの脱毛にもメリットデメリットがありまして、どれもやってよかったと思ってます。で、私以外の別の人はいろんな脱毛をやってきてどう思ってるのか、あと本当に毛なくなるのかって心配になったので、インスタグラムのフォロワーさんに今までで一番効果があった脱毛と効果やメリットを聞いてみたところ、も本当に参考になったし、脱毛の中にもね、いろんな種類があって、その種類の中にも機械がいろいろあって、今はね、選べるみたいなんで、まあこれからね、脱毛したいなって考えてる方だったり、脱毛の切り替えを検討してる方、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。一通り私も脱毛体験してきて、効果だったり痛みなどなど一緒にお伝えできたらいいなと思います。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくり鹿の間でお過ごしください。本日は人気だった脱毛ベスト3で紹介していこうと思います。毛の濃さだったり肌質、何を優先するかによってそれぞれ脱毛の相性っていうのは違うので、3位だからやめた方がいい、1位だから絶対的ではないです。どの脱毛が自分に合ってるかなとかね、参考程度に見ていただけると嬉しいです。今回フォロワーさんの実際に通ってみての感想だったり、実際ね、看護師さんからの声もいただいたりしたので、いくつかねピックアップして紹介していこうと思います。それでは早速紹介していこうと思います。まず脱毛ランキング3位は光美容脱毛でした。なんとですね、家庭用脱毛よりも結構ね少なかったので、それに驚きました。まあ私もなんですが、光美容脱毛から医療脱毛に切り替えた方っていうのがすごく多かった。まあそもそもサロンの美容脱毛、光脱毛っていうのは照射パワーがかなり弱めで、その脱毛の施術をするのに資格だったり免許は不要なので、病院とかクリニックではなくサロンでも手軽に受けることができます。私もサロンの美容脱毛はですね、顔を含めて10回以上はしてると思います。効果はどうだったかというと、ありました。だから私的にあのサロンの光脱毛は無駄ではなかったし、フォロワーさんの中でもね、自己処理しなくてもいいぐらい毛がなくなったって方もいましたね。まあそれぞれ脱毛のねデメリットメリットをお伝えしていきたいなと思うんですけど、まずサロン美容脱毛のデメリットは、とにかく時間がかかること、そして永久脱毛ではないので生えてきます。この生えてくるっていうのは、特にね産後とかは毛がねもうかなり復活したっていう声が多かったし、まあ実際に私もあの回数完了はしてなかったんですけど、一時期ねあの生えるスピード本当に遅くなって、あんまりね毛生えてこないなって感じだったんですけど、やっぱり数年すると結構ね元の毛ぐらいまで復活しましたね。なのでまあ生えてくる、じゃあ生えてきます。美容脱毛は本当毛の奥まで照射しきれないみたいなので、やっぱなんて言うんだろう、毛根そこは残ってるから生えてきちゃうみたいです。でこの美容脱毛にはメリットたくさんあって、まずは痛みが少ない、そして肌へのダメージも抑えられるので、肌が敏感な方でもできる脱毛です。あと美容効果もあったり、通い放題のプランがある脱毛サロンもあるそうです。美容脱毛は永久脱毛ではないんですけど、永久メンテナンス保証があるサロンもあるそうなので、医療でね永久メンテナンスあるとこ今のとこ私見たことないので、まあ長期でねゆっくりゆっくりね安くしたい方はサロンでもいいのかなと思います。私はあんまり続かなかったので、根気よく通える人とか学生割とか結構見かける気がするので、学生さんとかもいいかもしれないですね。そして痛みがね少ないって書いてあったんですけど、私初めてやった光脱毛結構脇痛かったんですよね。私だけですかね、普通に毛が濃いところは痛かった気がする。サロンのね脱毛でも満足してるフォロワーさんたくさんいたので、毛が細い方だったり少ない方とかはサロン美容脱毛で満足できるとこまでいけるんじゃないでしょうか。そして続いて脱毛ランキング2位は家庭用脱毛器です。かなり多かったです。このサロン脱毛と差ありましたよ。ちなみに私も家庭用脱毛器は 4,5 台持ってるんですけど、効果かなり感じておすすめです。家庭用脱毛器のデメリットっていうのは、とにかくあの背中とか手が届かない部分はできないっていうところ
ですかね。あと家庭脱毛器もなんだかんだね数年したら生えてきますし、めんどくさくなったので続かなくなったって声が多かったです。確かに全身自分でやるのは大変かもしれない。でこちらもねメリットかなり多くて、とにかく安いです。もう1台買ってしまえば何回使ってもいいですし、サロン脱毛よりかはお得かなと思います。であとメリットは気が向いた時にいつでもどこでもできる、これもいいですね。脱毛サロンとかクリニックって本当に予約取りづらくって、やっと予約取れたとしても女の子だから、まあ、生理がね来たりするとまたそれずらさないといけないですよ。でまた予約ずらしてしまうと予約いっぱいで埋まってたりもするので、結構ねそこが大変だなと思ったので、家庭脱毛器はいつでもどこでもできちゃうのでいいなって思います。あと体を誰にも見られないので恥ずかしくない。あと未成年でも親の同意書だったり同伴がいらないのもポイントかもしれないです。まあ一応ね脱毛は年齢制限もあるので調べてみてほしいんですが、家庭脱毛器なら家族で使い回したり、友達と分割して毎週回してるっていう学生さんもいました。確かにみんなで払えば安くなりますし、背中もね届かないところ友達にやってもらったりお母さんにやってもらったりしてる方が多かったです。でこれ今回フォロワーさんに教えてもらって初めて知ったんですけど、家庭脱毛器にも種類があるらしくって、それがフラッシュ式とレーザー式、知ってました？フラッシュ式っていうのが広範囲でムラなく照射できるみたいなので時短でできる印象があります。そして痛くない。でもう一つがレーザー式ですね。でどうやらこれはピンポイントで狭い範囲で照射するのでムラが出やすいのと比較的痛みが出やすいらしい。だけども脱毛効果は高いそうです。家庭脱毛器で何にするか悩んでる方は、まあ、フラッシュ式レーザー式で調べてみて自分に向いてる脱毛器だったりどこの毛をね優先してなくしたいかでも選ぶ脱毛器は変わってきそうですね。ちなみに私はおしゃれで実際に効果があったジョブズのドラとミニを使用してるんですけど、これも動画にまとめてるので気になった方はチェックしてみてください。そして今回一番人気だった脱毛は医療脱毛です。もうこれは圧倒的に多かったです。ちょっとね私も最近通い始めたんですけど本当に気がなくなるのか不安だったんですが、皆さんの意見を見てこれから先がね楽しみになりました。医療脱毛は調べれば調べるほど深いのでややこしくなるんですが、なんと医療脱毛には2つ種類がありまして、それが蓄熱式と熱破壊式です。なんかね聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、まず蓄熱式っていうのが毛穴の入り口付近にあるバルジ領域、毛を生やすために指令を出している部分がターゲットで、ここにダメージを与えてるそうです。そして熱破壊式っていうのがこの毛母細胞、毛乳頭って言っても毛の一番深いところ、根元の部分に高出力でダメージを与えることによって毛を永久的に生えさせない施術だそうです。痛みも効果もねそれぞれ違った医療脱毛なんですが、蓄熱式の医療脱毛は弱い出力のレーザーなので比較的痛みが少なく、濃い毛太い毛っていうよりも産毛だったり細い毛に効果的だそうです。でそれと反対に熱破壊式の医療脱毛は強い照射パワーなので比較的痛みが強くって、産毛だったり細い毛っていうよりも濃くて太い毛に効果的だそうです。なので自分の毛の太さだったり痛みに強いか弱いかで選ぶ必要があるかもしれないです。私はねサロンで美容脱毛と家庭脱毛器を結構使っているので薄い毛っていうのが少なくなってきました。なので今回は濃くて太い毛を完全に消し去りたいということで熱破壊式のあるクリニックを選びました。そしてその中でもさらにややこしくなるんですが、機械にも種類がありまして、ぜひね熱破壊式がいいなって思ってる方は熱破壊式機械比較とかで調べてみると向き不向き分かると思うので調べてみてほしいんですけど、私は熱破壊式のジェントルレーズプロで医療脱毛を行っています。あんまそんな機械にはこだわらなかったけど、いいやつ悪いやつあるみたいです。まあ蓄熱式も熱破壊式も完全医療行為に当たるのでサロンでは受けることができず、まあ皮膚科医のいる病院だったりクリニックのみでの施術になっております。看護師さんがね実際にやってくれるのでそういった部分も安心かなと思いますね。で医療脱毛のデメリットメリットなんですが、まずデメリットですね、痛い高い副作用があるです。痛みありました。でもね正直脇と VIO のみ痛みを感じて、他はね私的に痛いというよりもくすぐったいが強かった。くすぐったいなら大丈夫やんって思うかもしれないんですけど、このくすぐったいが地獄。正直痛みよりもくすぐったいので力ずっと入れちゃうし、それがねまあ2時間ぐらいあったのでかなりしんどかったです。そして金額めっちゃ高いですね。私は8回コース契約したんですが40万以上かかってます。機械によってね金額も変わると思います
ますし、まだまだ安いとこあると思うんですけど、私は料金が上がってもいいので安心できるとこを選びました。まだ初めの方なので効果なんとも言えないので、私のクリニックは伏せます。で、デメリットでもある副作用なんですが、どういったものがあるかというと、赤みヒリヒリ感、腫れ、むくみ、そして毛嚢炎で、細い毛が太くなる口毛化、なんかこの辺のね、普段薄いところが急にね超太い毛になったり濃い毛になったりするそうで、バリコワイヤン、これ結構ね多いみたいなので悩んだんですけど、今んとこなってません。で、あと色素沈着とかですかね。で、メリットもねもうほんとたくさんあって、まあ、短期間でね半永久的に毛がなくなるのが一番のメリットかなと思います。サロン脱毛と比べると半分以下の施術回数で毛がなくなるので、お金と時間どちらを取るかでまた変わってくるかもしれない。あと美容脱毛のサロンと医療脱毛のサロンの違いは、やっぱ看護師さんがしてくれるか、免許あるかないかも違いの一つですね。まあ、デメリットでもお話しした副作用なんですが、私も実際に起こりまして、どこに起こったかというと顔、こちらの写真ご覧ください。この写真、顔脱毛して、まあ、1週間ぐらいなんですけど、約2週間近く顔がずっとヒリヒリで赤み出て、乾燥すごいひどくってって感じで、結構ね化粧のりもめっちゃ悪いし、小さなプツプツもできたりね、大変でした。だけども医療脱毛のいいところとしては、実際にねお薬をもらえたり診察してもらえるところっていうのが魅力的ですね。私もかなりね肌が敏感なので、それを伝えるとね先にお薬をいただいて、まあ、症状出たらこれ飲んでねみたいな感じで先にもらえたので、これもすごく嬉しかったし安心できたかな。医療脱毛はもう本当に少しでも日焼けしてしまうと、その照射の出力をね下げられてしまうので、せっかくねこんな大金をかけて脱毛しているので、なるべくね日焼けして脱毛効果を下げたくないなと思っているので、日焼け対策もほんといつも以上に気合入っちゃうし、医療脱毛って乾燥するんですよ。乾燥するし、乾燥した肌に照射すると痛みもね強く感じるので、日々のそのボディケアとか保湿はね怠らないように頑張ってます。あと医療脱毛は VIO に麻酔クリーム塗ることができるので、めちゃ痛いって言われたから怖かったんですけど、そんな悶絶するほどの痛みではなかった。なんか視聴者さん曰くですね、まあ、太い毛はやっぱ痛く感じるので、まあ、サロンだったり家庭用脱毛器で毛を細くしてから医療脱毛をすると痛みも少なく感じられるんじゃないかなって言ってました。まあ、それもそれで倍お金がかかっちゃうんですけど、まあ、確かに私も家庭用脱毛器とかいろいろ使ってて毛が細くなったので痛みも少なかったのかなと思います。で、今回ね医療脱毛だから完全になくなるっていうわけではなさそうで、回数を終えても毛生えてきましたっていう意見もありました。なので医療から光脱毛に変えたり、医療が終わった後家庭用脱毛器で薄い毛は処理してますって言ってる方もいたり、やっぱね組み合わせとか順番も結構重要だなって感じましたね今回。ということで全部ザクッとまとめると、短期間で毛を完全になくしたいなって方は医療脱毛、そして安くて長期でもいいなって考えてる方、あと学生さんとかは結構美容脱毛サロンとかがいいのかなと思います。そして最後、なんか親にね言いづらいとか、とにかく安く、そして面倒くさいけど自分でやるぞって人は家庭用脱毛器がいいんじゃないかなと思います。まあ、なんだかんだサロン光脱毛とかも通えば通うほど金額は高くなってくるので、まあ、通い放題プランがあるところとかが一番理想な気がしますね。医療脱毛ってもうほんとうん十万するので、なんか高校生の時バイトしてた私でもカード分割でも医療ローンでも結構厳しかったんじゃないかなと思うんですけど、未成年の方で医療脱毛契約してる方はどういう支払いでしているのかすごく気になります。私がもし高校時代にタイムスリップするとしたら、家庭用脱毛器を最初に使いますね。家庭用脱毛器私も実際に使ってたんですけど、特に脇単体で照射することが多くって、全身もしてたんですけどやっぱ面倒くさくなるので、脇だけでもいいからやっとこうと思って脇だけ定期的に頑張ってやってたんですけど、マジでちょんちょんぐらいしか生えてこなくなる。でもいずれね他のとこも生えてきたりするので、確実になくなるってわけではないんですけど、生えるスピードは本当遅くなるし、自己処理の時間もマジで楽になった。なので全身やりたいって方はまあサロンに行った方が早いんですけど、脇だけとか足だけとかそういう単体で一旦今軽く毛なくしたいなって
って思ったら、家庭用脱毛器を使って、私だったら、まあ、社会人になってお金に余裕が出てきたら医療脱毛を契約するかなと思います。医療脱毛もですね、毛の濃さだったり、まあ、細さとかで効果は違いそうなので、自分がね、どこの毛を優先的になくしたいか、お金と時間を考えて選ぶと、脱毛サロン選びは失敗しないかもしれないです。今回のこの質問箱にですね、結構お金無駄にしちゃったっていうね、書き込みがすごく多くって、まあ、これからね、脱毛を考えてる方、この動画をね、何かしら参考にして満足のいく脱毛選びしていただけたら嬉しいなと思います。で、結構学生さんの質問も多くって、まあ、親に脱毛したいけど言い出せないっていう子も結構いたりしたので、学生さんとか未成年の方、どうやって親御さんに脱毛を切り出したのかっていうのも、コメントとかで教えていただけると嬉しいです。私も完全脱毛しきるにはあと 1,2 年ぐらいかかりそうなので、コツコツ頑張っていきたいなと思います。そして医療脱毛の経過とかもまたどこかでできたらいいなと思うので、待っててください。それでは今日このようにしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。